タイトルなるか。3対3枠番通りです。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1号艇の森谷好スタート。6号艇に車種もいいスタートを決めています。まずは先制見せる1号艇の森谷美子、まくりに行くか。3号艇長島がまくり出した。力2号艇の三浦に4号艇へとまくり出しが決まった。3号艇長島、そして1号艇森谷が外2番手、その後ろは三浦艇4号艇遠藤、4番手に6号艇に車種、2号艇三浦、そして5号艇藤原が最後方で、スタートは正常です。一緒にマーク。3号艇長島先頭、全速戦。1号艇森谷迫った。4号艇遠藤も抜けたのは3号艇の長島真希、4艇身と突き放しました。1号艇の森谷ですが2番手、3番手は4号艇遠藤、その後ろを離れて6号艇の西橋に2号艇三浦、5号艇藤原最後方です。先頭3号艇の長島、1号艇森谷が引いて切り込む。コーナー迫っていくのは4号艇遠藤も、先頭と2番手の定価は5艇身から6艇身下がれきた。3号艇長島、1号艇森谷ですが2番手です。その後ろは4号艇遠藤3番手、現在の上位体系は314艇2周2マークです。3号艇長島真希が先頭、1号艇の森谷ですが2番手、その後ろは4号艇遠藤3番手、上位体系は3番1番4番でホームストレッチ。大きく水が空いて6号艇の西橋が単独4番で追走、5番手2号艇三浦、外から5号艇藤原、最終周回です。踏み込んだスタートからまくり出しが決まりました。3号艇の長島真希、惜しくも1号艇森谷ですが2番手、3番手は4号艇遠藤の上位体系は314で最終ターンマークに向かっていきます。今年は2つのタイトルを引っ提げて、いざ年末の大舞台へ。今年7度目、通算では42度目の優勝に向かいます。3号艇長島真希が先頭、1号艇森山2番手、4号艇の遠藤3番手、上位体系決して314、優勝戦もまもなくゴールです。先頭優勝、3号艇長島真希ゴール、2番手1番森山ゴール、3番手は4番遠藤でゴール、6番西橋、2番三浦、ラストは5番藤原がゴールインです。